大都川、は、中華人民共和国四川省西部を流れる、大きな川で、民港の支流、長江水系に属する。古称は、松水という。民港、大都川流域大都川上流の渓谷大御章玉樹、チベット族自治州南部のバヤンハル山脈の南陸に、発し、四川省に入り関税チベット族自治州の、大雪山脈と山脈の間を南へ流れる。四川省では、 アバチベット族チャン族自治州、カンゼチベット族自治州、ガーン市、リョウサイン遺族自治州、ラクザン市を流れる。ガーンの南部で大きく東に向きを変え、楽まで民港に合流する。流域はほとんどが険しい山岳地帯である。大都下の源流は、高川及び優しか加賀で合流して大金川となり、さらに小金川と合流して大都下と称する。 その他の大きな支流には、西以降、暇川、足木足川などがある。大都かは、長さも水量も、民港より長く、落山合流点より上流では、大都かの方が、民港の本流であるという見方もある。大都かは、流れが急で、水量も多く、旅人の横断を拒んできた。高規定の時代、四川から西港、チベット方面への交通のため、 岩西方の露呈の町に、長さ100メートル余りの吊り橋、露呈橋が建設され、大都下を渡ることが容易になった。大都下は、中国の戦士の中で重要な役割を果たしてきた。1863年、太平天国の翼王、石立海は、四川省に進出した後、大都下を渡れず、新軍に退路を断たれ、ついに降伏した。また1935年5月、 中国共産党は、朝鮮の途上で大都下を渡るため、22名からなる決死隊を組織して、露帝京を国民党守備軍から奪い横断に成功したとされる。この戦いは、非脱露帝京の名で呼ばれ、朝鮮の中の勝利の一つとして、中国の学校では教えられている。1950年には、露帝京より北に川倉航路の大きな鉄の吊り橋が完成し、 露呈鏡は史跡として保存されている。ありがとうございます。